はいどうも、獣医師の尾吹です。今日のお題はですね、しつこい症状を早めに対処しましょうっていうお話ですね。結構体調不良の状態のままね、様子見ちゃう飼い主さんがちょっとやっぱ多いんですよね。動物病院で働いてると、なんでもっと早く来ないんだっていうことをね、これはもう獣医師業界あるあるですけどね、そういうスタンプもあるぐらいなんですけど、なんでもっと早く来ないんだろうと思うことが非常に多くあってですね、様子を見がちなところも、よく理解はできるんですけど、例えばね、もう吐いてるっていう症状がね、1週間ぐらい続いてますみたいな感じで、LINE されて、で、よくよく調べてみると腸閉塞で、で、腸閉塞になって吐き始めて、始まった時ぐらいにすぐにね、対応すれば、腸をね、温存できたりするんですけど、もう一週間とか粘っちゃうと、もうその腸のね、ところが腐っちゃってて、結局切除しなきゃいけなかったりとかね。そうすると結構手術の内容としても、ちょっと単純ではなくなってきたりするっていうこともあったりするんでね。単純なその嘔吐っていうところもあるんですけど、原因によってはね、すぐに対応しなきゃいけない嘔吐もあるので、お家で、様子を見るっていうのをね、何日も続けちゃうのは、やっぱり良くない。どんな症状でもですけどね。例えば、痙攣発作がね、ずっと頻繁に起きちゃうっていうような状況のワンちゃん猫さんとかも、様子見てずっと過ごしてると、結局その痙攣発作が原因で、命を落としちゃったりとか、あるいはその痙攣発作の原因が実は、なんか低血糖でしたとか、そういったようなね、ことが多々ありますので、様子を見るとしても、そんなに長い間様子見ずに、やっぱり全然改善がないよっていう時は、早めに動物病院に行きましょうと。いうようなお話ですね。なんでこんなお話ししたかというとね、また異物誤食のお話なんですけど、この前、7ヶ月ぐらいのちょっと大きめのワンちゃんがね、2、3日前からゲーゲー吐いてるということで LINE されて、で、よくよく調べてみたらね、やっぱ腸に何か詰まってて、で、お腹開けてみたらもうね、小腸がね、真っ赤になっちゃってて、で、靴下がね、詰まってたんですよね、その子はね。その子ってちょっと大型犬の、大型犬の若い子だったんで、靴下とかを飲み込んで、それがね、やっぱ進んじゃったんですよね。小型犬の子が、ないです。あんまないですけどね、靴下ぐらいのサイズ飲み込んだとしたら、胃の中でずっといると思うんで、あれですけど、そういう大型犬の、まだちっちゃい子、幼いワンちゃんっていうのは、結構そういったね、危ない大きなものを飲み込んで詰まっちゃうことがあるんで、様子を見ちゃうとね、結局命がけの手術になっちゃうこともあるし、その後の回復に関してもね、油断できないものになっちゃうんで、ぜひね、気をつけて、なんかおかしいなと思った時に、様子を見るっていうのは、一時的なものとしてはね、もちろん、ありですけど、ただ様子を見すぎるのはね、危ないよというようなお話でした。これはね、担当の獣医師の先生とよく相談して、症状改善しなかったらすぐ連絡ちょうだいねっていう場合はすぐ連絡してというようなところですかね。はい。で、個人的なお話としてはですね、最近また暑かったり寒かったり微妙な天候ではありますけどね、本当に個人的なお話をするとですね、私ちょっとバイクの免許取得をちょっと目指そうかなと思っておりまして、今ね、周りの人にはほぼ内緒でやってるんで、この YouTube で喋ったらどんだけ広がるのか分かんないですけど、ちょっと普通自動二輪をね、免許を取りたいなって今、ちょっと作戦を立てております。はい、立てておりますというか、本当正直言うともうね、通ってます。はい、体格的にね、私体大きいんでね、一発ですぐ大型免許取りに行けりゃよかったんですけど、なかなかね、そういったところはあんまないみたいでね、まずは普通自動二輪っていうね、ところから頑張っていこうかなと思います。そんな、本当に個人的なお話、たまにはね、仕事以外のこともしようかなっていうふうにね、思っております。仕事ばっかりじゃちょっとしょうがないかなというふうなところでね。はい。で、こんな感じで、このチャンネルはですね、主にワンちゃんと猫さんの医療に関する情報をね、発信するチャンネルになっておりますので、もしよければですね、次回以降の動画もチェックしていただければなというふうに思います。はい。じゃあ、今回はこれで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、さよなら。バイバイ。